賢い乙女と、愚かな乙女、フリードリッヒビルヘルムフォンシャドウ10人の諸女たちの、たとえとは、マタイによる、福音書にある、イエス・キリストが語った例え話。天国が、花婿を、花嫁の家の門のうちに迎えるために、灯火を与えられた10人の乙女に例えられている。そのうちの5人は愚かであり、5人は賢かった。5人の愚かな乙女たちは油を用意せずに、 ともしびだけを持っていたが、五人の賢い乙女たちは壺に油を入れて用意して、ともしびを持っていた。愚かな乙女たちは、花婿が到着した際に、油が切れて、ともしびをともして迎えることができなかった。そして、すぐに油を買い求めに行ってから、花婿の家に駆けつけたが門は閉ざされてしまった。閉ざされた後で愚かな乙女たちは門を開けるように、求めたが、 花婿の家の主人から、私は、お前たちを知らないと言われた。この時天国は、十家を取りて、新郎を迎えにいずる、十人の乙女子に、皮膚別し、その中の五人は愚にして五人は、えし、愚なる者は十家を取りて、油を携えず、液物は油を器に入れて、十家と共に携えたり。新郎かりしかば、皆まどろみて犬。夜半に、やよ。 新郎なるぞ、手で,で迎えようとこはるこえす。ここに乙女子皆起きてその10日をせいへたるに、ぐなる者は、生き物に言う、何じらの油を分け与えよ我らの10日き、ゆるなり生き物答えて言う、おそらくは我らと何じらとにたるまじ、むしろ売る者に行きて、おのがために買え彼ら外反とて行きたるまに、新郎来たりたれば、備えおりし者どもは、彼と共に、こむしろに入り、 思考して門は閉ざされたり、その後かの他の乙女子ども来たりて、主よ、主よ、我らのために開きたまえとこと必死に、答えて、まことに、何時らに次ぐ、我は何時らを知らずと言えり、されば、目を悟るしおれ、何時らは、その日その時を知らざるなり。マタイ二十五一から二十五時十三分、文豪約聖書そこで、天国は、十人の乙女がそれぞれ、明かりを手にして、 花婿を迎えに出て行くのに似ている。その中の五人は、資料が浅く、五人は資料深いものであった。資料の浅い者たちは、明かりは、持っていたが、油を用意していなかった。しかし、資料深い者たちは、自分たちの明かりと一緒に、入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので、彼らは皆、居眠りをして、寝てしまった。夜中に、 さあ、花婿だ、迎えに出なさいと呼ぶ声がした。その時、乙女たちは皆起きて、それぞれ、明かりを整えた。ところが、資料の浅い女たちが、資料深い女たちに言った、あなた方の油を、私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると、資料深い女たちは答えて言った、私たちとあなた方とに足り入るだけは、多分ないでしょう。店に行って、 あなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿が着いた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に根源の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが、私はあなた方を知らないと言った。 だから、目を覚ましていなさい。その日その時があなた方にはわからないからである。マタイによる、福音書25章1節から13節本たとえについて、教派ごとに多様な解釈があるが、概ねいずれの教派、思想傾向に関連する、仲介書においても共通する解釈として、次が挙げられる。主人が不意に来ることは、 救世主の予測し得ない再臨を、油を用意することは自らを再臨に備えることを意味する。再臨に自らを備えた者は、最後の審判の際に天国に入り、再臨に自らを備えなかった者は、最後の審判の際に天国に入ることができないことが、示された例え話であり、信者に対して、いつも自らを備えるように教える話であるとされる。 賢い娘と愚かな娘が半々であるというその割合には救われるものが半分であるといった意味は読み取られない。多くの教派で聖人とされる聖コンクヨアンによれば油は人事、慈善といった美徳を表しているとされる。油についての聖コンクヨハネスによる解釈は聖教会、カトリック教会においても採用されており、ギリシャ語において油と哀れみが 同じルーツを持つ語彙であるとされることにも言及されることがある。他方、テサロニケ人への第一の手紙五章十九節と関連させ、油を精霊の象徴として捉える解釈もプロテスタント等にある。しかしながら、もう一方において、これらの偶有的解釈を強引な理屈づけであるとして、油についての象徴的解釈を認めない立場も存在する。 高等批評を是とする立場による仲介からは、本例え話は、週末が初期協会の信徒たちの考えに反して、すぐには来なかったことによる、信徒の歴史観の破綻と失望によって、必要となった神学的問題を反映し、花婿の到来の遅延に特に言及されていると、指摘されることがあるが、高等批評を特に取り入れない仲介においては、このような指摘はなされない。 なぜイエスが、花婿の到来の遅れについて語ったのかについては、聖コンクヨアンお及び聖教会において、著名な中世の聖書仲解者であるオフリドのフェオフィラクトによるものとして、神の国が、速やかに来ることを期待する向きが、使徒たちの中にあったために、サイリンが、速やかに来るわけではないことをキリストが示して、その期待を立とうとしたとする解釈が存在する。 当時の結婚式は、花婿が花嫁の家に迎えに行き、花嫁と一緒に行列となって、花婿の家に戻り、そこで式を挙げるというものだった。花婿が花嫁の家に到着した時に、乙女たちが灯火を持って迎えるという慣習があった。そのため乙女たちにとって、灯火を持って、花婿を迎えることは大切な使命だった。 灯火が消えないように万全を期した準備で花婿を迎える必要があった。灯火は愛の灯火であり、備えの油は愛の油であった。たとえの中の花婿はイエスを、乙女たちは我々、人間を、灯火は信仰を、油は愛と前後を表す。眠りはイエスの来臨までの期間を表し、婚宴は天国を表している。 例えの中で目覚めて用意することは、賢いという言葉で表現されている。目覚めて用意するとは、居眠りをしてはいけないということではなく、愛の油を切らさぬよう万全を期すことの心がけを持つ、その人の魂の状態を言う。また、目覚めている人とは、私は愛されている。 私は必要とされている。私はそれによって与えることができると感じている人たちのことだと言うことができる。ありがとうございます。